こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回は昨日僕が購入したユニクロ U の T シャツを皆さんにご紹介したいなと思っています。昨日僕はユニクロに行って新しい T シャツを買おうと思ったんですね。目的だったのが、今期ですね、いろんなブロガーの方ですとか YouTuber の方がゴリ押ししているユニクロ U のエアリズムシリーズ、これはですね確かにめちゃくちゃ良かったんですね。ただ残念なことにユニクロ U の新作が発売されたタイミングに僕はこのエアリズムをですねスルーしてしまったんですね。発売から少し時間が経ってたまたまこのエアリズムを見つけて試着をしてみたらですね、やっぱりめちゃくちゃ良かったんですよね。完全に僕の目は節穴だったわけですが、このユニクロ U の T シャツなんですが、結構たくさんの色のバリエーションがありまして、僕は最初ブラックとホワイトを買ったんですね。ブラックの方は S サイズを購入しまして、白の方は M サイズを購入したんですね。僕は身長が164センチで小柄なので通常は S でいいんですけども、この2枚を実際に着比べてみるとやっぱり M サイズの方が少しゆったりで今っぽい感じが出るんですね。ですので S サイズで買った黒の T シャツを M サイズに変えたいなと思って店舗に行ったんですよ。そしたらですね、このユニクロ U のエアリズム、ちょっとカラー展開が増えてるんじゃないのかなって感じたんですよね。あれ、こんな色ってあったかなっていうものがいくつかあったんですね。そこで早速試着をしてみたらめちゃくちゃ良かったんですね。ですので本当は黒を買うつもりで行ったんですが、違う2色を買って昨日は帰ってきました。あとはその1週間前にも実はユニクロ U の T シャツを買っていまして、今僕が着ているこのブラウンカラーも買い足したんですね。ということで結構ですねカラーバリエーションがたくさんできたので、今年の夏はですねユニクロ U だけで過ごせるんじゃないかと僕は考えているんですね。なるべく手間をかけずにコーディネートのバリエーションを増やすというのは僕の大好物なので、今回は新しく買ったユニクロ U の T シャツを主役にしながら3つの着こなしを皆さんにご紹介したいなと思っています。この後僕が実際に着ながら解説をしていきたいなと思うんですが、その前にざっくりと買ったものをご紹介したいなと思っています。まず1着目は僕が今着ているブラウンカラーの T シャツになりますね。この色は新色というわけではなくて発売当時からあったんですけども、これまで試着をすることが特になかったんですね。実際に着てみるとこのようなブラウンカラーって結構絶妙なところで、今っぽいカラーではあるんですが失敗するとやぼったくなりがちなのでちょっと手を出さなかったんですね。でも実際に着てみたら結構ハマりが良かったので気に入ってこちらを購入しました。そして昨日僕が購入したのは今持ってきてるんですが2色なんですね。まずはこちら、ライトの関係で色がどれぐらい忠実に再現できるのかわからないんですが、こちらはグレーという色になります。見た瞬間に一発でこれはいいだろうなと思って試着をしてみたんですが、やっぱりその感覚は間違いじゃなかったです。今期ユニクロ U の T シャツいろいろ着ましたが、個人的にはこの色が一番良かったかなと思っています。そしてもう一枚買ったのがこちらなんですね。はい、色の表記はブラウンとなってるんですね。実際僕が今着てる方はダークブラウンという表記で、こちらがブラウンという表記なんですが、全然色のテイストが違うかなと思います。こちらは結構難易度が高い絶妙なカラーリングになっているんですが、着た瞬間にですねすごく今っぽい色だなと感じたんですね。ややハードルの高い色かなと思うんですが、1500円という手軽さのおかげでちょっとトライしてみるのもいいかなというふうに感じて今回購入をしてみました。これからですねこの3枚を実際に着ながら全身でコーディネートの解説をしてみたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。いかがでしょうか。1色目はですねダークブラウンの方ですね。これは前から出てるカラーなんですが、実際に着てみるとですねすごく雰囲気がいいですね。ブラウンといっても結構色の幅が広いんですが、こちらのブラウンは表記の通り少し深めのブラウンになっています。ダークブラウンもしくはチョコレートカラーと言っても良いのかなという感じですかね。でブラウンって結構難しいのが、失敗するとおじさんっぽく見えたりやぼったく見えてしまうんですが、こちらのブラウンに関しては上品でちょっとしっとりとした雰囲気があって非常に気に入っていますね。ただこちらを買う前にちょっと不安だったんですね。僕自身はいいなと思ったんですが、これは女性目線だとどうなのかなと思って、買う前に奥さんにですね写真を送ってこれどう思うというふうに聞いたんですね。そして奥さんからいいんじゃないっていう返信が返ってきたので、僕は自信を持ってこれを買うことにしました。僕自身スタイリストと名乗っていますが、やっぱり自分のことになると客観的に見えないのでちょっと不安なんですね。ですのでそういう時にはどんどん第三者の視点というものを取り入れるようにしています。特に男性目線と女性目線って全然異なるので、ですので皆さんも奥さんですとか彼女さんにちょっと意見を聞いてみるというのも良いのかなと思っています。
今期のユニクロ U のエアリズム、おじさんっぽくないすごく上品なブラウンに仕上がってますので、ぜひ皆さんもご活用いただきたいなと思っています。で、コーディネート全体についても少し解説したいなと思うんですが、今回の主役は上半身なんですね。上半身のカラーを変えることで見た目をガラリと変えたいんですが、一方でボトムスと靴に関しては今回も手抜きをしたいなと思っています。以前の動画でもご紹介しましたグローバルワークのエアカルイージーパンツ、これがめちゃくちゃ楽なので僕は最近こればっかりを履いているんですが、ボトムスはこちらで固定をしています。で、足元はですね、見えますかね、ナイキのエアマックス97を履いています。まあ、両方ともブラックでちょっと重たく見えるかもしれないんですが、一応ボトムスの丈が短めになっているのでボトムスと靴の間に肌が見えるんですね。この肌が見えることで重たく見えすぎないのかなと思っています。あとはスニーカーのカラーもブラックなんですが、ソール部分がホワイトになっているのでそこもちょっと抜け感になるのかなと思っています。このように足元は固定してしまうと楽かなと思いますので、上半身の T シャツのカラーを変えるだけでイメージを大きく変えるという手法を使って、今年の夏はとことん手抜きファッションを楽しみたいなと思っています。はい、着替えてみました。続いて2色目をご紹介したいなと思うんですが、こちらはですねグレーという表記なんですね。どうですかね、皆さんこちらグレーに見えるでしょうか。僕自身はグレーというよりは少しネイビーですとかブルーが混ざったようなブルーグレーという表現の方がしっくりくるのかなと思っています。まあ、ユニクロ U の一つの特徴だと思うんですが、色がですねすごく絶妙だなと思うんですよね。見ただけでこれは何色ですと表現できるようなシンプルなカラーではなくて、すごく曖昧な色合いというのがユニクロ U の最大の魅力だと僕は思ってるんですね。実際僕が着ているこのグレーという色もグレーにも見えるし、ちょっとネイビーっぽくも見えるし、また人によっては深い緑にも見えるのかなと思っています。このように見る人によって表現が変わってしまうような曖昧な色の作り方、これがユニクロ U のですね最大の強みなのかなと思っています。本来だったら僕はグレーという色はそんなに好きじゃないんですね。ネイビーとグレーというオーソドックスな色があったら断然前者のネイビーを選ぶことが多いんですね。ネイビーの方が若々しくて清潔感があふれるので僕はこっちの色の方が好きなんですね。一方でグレーというのは落ち着いた大人っぽい雰囲気の色なんですね。ですので落ち着いた雰囲気に見せたい時にはグレーを使うといいわけなんですが、でもですねグレーという色は失敗するとおじさんっぽく見えるんですね。そこが大きなデメリットなので僕はネイビーを選ぶことの方が圧倒的に多いんですが、今回着てるこちらのグレーであれば品よく大人っぽく見せることができるので、これはめちゃくちゃおすすめのカラーなのかなと思っています。僕は今回ブラックのパンツで固定していますが、こういったグレー系の色とブラックというのは非常に相性がいいので、ぜひ皆さんもお試しいただきたいなと思っています。まあ、正直この色合いが1500円で表現できるというのは結構驚きですね。このような曖昧で上品な色というのを1500円で表現できるというのはやっぱりユニクロしかできない技なのかなと思っています。皆さんもなかなかトライをしたことがない色なのかなと思いますが、ぜひこの機会に取り入れていただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。3着目はブラウンというカラーなんですね。でも実際に着てみるとブラウンっていう感じあんまりしないかなと思います。確かにブラウンっぽさもあるんですが、濃いめのベージュにも見えますし、ちょっとですねピンクだとかパープルがかって見えたりもするかなと思います。まあ、先ほどもお伝えしたようにユニクロ U らしいですね。これって何色と表現するのがいいのだろうと迷うような絶妙なカラーになっています。このような曖昧な色というのは結構トレンドになっているので、僕自身もトライをしてみたいなと思うんですが、なかなかハードルが高いので手が出せずじまいだったんですね。せっかく高いお金を払ったのに着なくなったらもったいないじゃないですか。その点ユニクロ U の T シャツは1500円なので、少し冒険的なカラーにもですね挑戦しやすいのかなと思っています。実際にこのブラウンというのは着た瞬間はちょっと難しいかなと思ったんですが、3分間ぐらい我慢してたらやっぱり少しずつ目が慣れてきて、なんかいい感じがするなと思って購入に至りました。まあ、自宅に持って帰ってさまざまなコーディネートを試していたら、やっぱりこの色は買ってよかったなと改めて実感をしました。このような曖昧なカラーにはボトムスを引き締めてしまった方がバランスが取りやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもこの上下の色合いというのは試していただきたいなと思っています。今回ご紹介した3つのカラーの中では一番難易度が高いかなと思うんですが、まあ、ベーシックな着こなしに少し飽きてきた方にはですね、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。
はい、ということで今回の動画では僕が最近買ったユニクロ U のエアリズムの3色を使ってコーディネートをご紹介させていただきました。改めてですね、このエアリズムシリーズ傑作だなと実感しました。ぜひ皆さんにもお試しいただきたいんですが、まあ、通常の皆さんのサイズよりもあえてワンサイズ上げてゆったりめに着てもらうとですね、この T シャツの良さというのがさらに際立つのかなと思っています。正直今年の夏はこのエアリズムシリーズの何色かを買い揃えるだけでコーディネートが簡単に回せてしまうのかなと思っています。僕自身が掲げている大人の男の手抜きファッションというものを実現するにはこれほどもってこいのアイテムはないのかなと思っています。皆さんも僕が動画の中でご紹介した何色かの中から気に入ったものを買い足していただいて、ぜひ夏の着こなしを楽しながら楽しんでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。